はい、どうもー、皆様、お仕事お疲れ様です。はい、はい、今日も始まりました、現実東京の好きにやっちゃってどうもー、ね、イケメンの CM やってましたね、ホストクラブ。はい、よろしくお願いします、はい、僕はさくらです。ジャムの代表やってます。よろしくお願いします。イエ、何回目か、3回目ぐらいの出演になりますね。よろしくお願いします。ジャムのリンです。よろしくお願いします。2回目です。よっ、はいはい、 いや、はい、ジャムのリュウエです。リュウエです。今日楽器に似てるねって言われました。よろしく。いや、どういう意味なんそれ。たまに言われる、お姉ちゃんとかすごい楽器っぽいですね。本当に、はい、ゆうえ酔ってないねって。ただね、ちょっとね、ゲストとして呼ぶ感じにしようと思ってたんですよ。そしたらもう名前出ちゃってるんだよね。もうこれ出ます。こいつこれうん、これ出ます。はい、それでは紹介しましょう。せーの、待っていつものあれで、いや、もう呼ばないもういるけど、そこにいるけど、逆に呼ばないのありかなって思ってるんですけど、皆さんどう思いますか。ジンヤ、ジンヤいらない、いらない。初心者の初心者すいません、紹介させてください。ずっとポケーっと突っ立ってるんで紹介させてください。我らが、はい、そうですね、クラブジャムにね来ました。はい、そうですね、あのアメリカの牧場から来てくれました。牧草丸です。イエーイ。やっとや、やっと、もう本当にじらしいな。ちょ、お前スリッパ履けよ。あの、僕ジン足臭いらしい。足臭いからこのままでいい。ジン足臭いらしいでスリッパ履きません。もう最初からぶっこんでくるやん。そう、イメージついちゃう。イメージがジンヤ臭いんだっていうのが出ちゃうよ。足臭いジンヤっすね。あ、そうだ。はい、なんかみんな硬くないっすか。もう全然こんな感じっすよ。ジンヤ言ってるね。なんかちょっと痩せて見えるね、これ確かに。毎日なんか痩せて、毎日ナイトチューブ出ようかな、本当に痩せてるんだったら。ちょっと痩せ見えんじゃん。ジンヤ太ってるのかよ。いや、もう本当に痩せてるやん。うん、ね、じゃあ、でもちょっと自己紹介、はい、します。今年からクラブジャムに移動しました。年齢と体重と。ジンヤって言います。年齢は22歳です。イエイ。体重は昨日測って 78.3 キロでした。はい、おでもです。はい、こんな僕ですが、まあ、リュウヤさんはガッキーって言われたと思いますが、うん、僕は今日新規に、やっぱトトロだねって言われました。トトロかわいそうだ。トトロがかわいそうだ。ジブリに謝る、宮崎さんに謝る。宮崎さん、本当に申し訳ないです。すいません、頑張ります。はい、はい、この4人でやっていきます。よろしくお願いします。謝れ。乾杯しますか。乾杯しますか。とりあえずお疲れ様です。よし、お疲れ様です。お疲れ様です。代表、本当いつもお世話になってます。代表代表お世話になってます。待て代表大好きだから、みんな。これを使ってなんかやめろって酒入ってるの。陣屋のとこにめちゃお世話。お酒だって飲むでしょ。いや、今日この人にめっちゃトトロはジャムレス酔っ払えって言われて、シャンパンこれで飲みましたからね、このグラスで。あ、見てた、うん、陣屋のこと書いてます。さくらと大した会場変わらないね。体重が何キロでだっけ。僕78.6 とか。そんなやんの。びっくりしました。うん、もう本当に壊れてるのかなと思って。もしかしたら壊れてる可能性ある。俺今70切ったから。ユーシンさんがね、デブはダメだって言ってたからね。そうですね、本当にあんないっぱいいるところでデブダメって言われると思う。まあまあ、僕が言われてるのかなってメンタルやられますよ。さくらってどれ。さくらは僕です。いいんでーす。この、なんか、この配置順にする。
え、じゃあ僕がリアさんはいの方が分かりやすいですよね。確かに僕がリアさん。でも俺これ喋ってて LINE になったことなんてないぞ。俺ここリンと思われて LINE されたら嫌だな。え、僕ここリンっすか。うん、そうっすね。この順番、この順番で、はい、はい、この中で一番売れてるのは LINE 待ってます。誰なん。全然 LINE ください。これけど移動してきてめっちゃね。そうだね、なんかちょっとラクソンとか撮ってくれて、すごい頑張って中本の人です。ジャムがこのジンヤのおかげでね、すごい勢いづいてるんで、はい、本当にありがたいなと思ってて。いや本当に、まあ、なんかジンヤからか一回お店と名前の自己紹介しといたらもうしたんですけど、うんと したよ、それ右側からリン、ジンヤ、リュウヤ、サクラです。はい、ジンヤ名前でございます。撮りますよ、うん、全員ジャムです。それでなんか30分終わっちゃうね。並び順です。自己紹介だけにしておきますか、今日。いや、なんだろうね、さっきジャムおじさんです。ここのチームに僕酔っ払ってるんで何でもやります。1時間番組にしたよ。飽きる飽きる、みんなが。続きはツイキャスで。おっしゃ、まあテーマの方に入りますか。そうですね、そうですね、はい、ジンヤいいの。ジンヤもういいか。あ、もういいですよ、僕は。そうです、先日ですね、はい、ゲームズグループ、7都市全国7都市ある、東京、大阪、名古屋、沖縄、福岡、鹿児島あ、ね、札幌ん、これ俺の。はい、何でもいいよ、うん、ね。奈良同士はその全国の人たちがね、先日集まりまして、総会があったのが、グループ総会があったのが一昨日。はいはい。でですね、まあ、全員500人前後集まって総会って総会、はい、まあそもう総会です、うん、はい、総会はベロンベロンになってきて。そうですね、アフターパーティーとかもあって、はい、もう本当僕の SNS とか見てくれたら分かると思うんですけども、すごい500人ぐらい集まってスピーチを聞いたりだとか、芸能人の方いらっしゃったりだとか、あとは50万をかけたじゃんけん大会とかあったんですけど、で昨日は、はい、ヒーローズナイトっていう、ね、あれで全国の人たちのなんか全国各地の選抜、売れっ子の選抜の方が、出勤するディアーズの箱でね、出勤してゴミじゃない、まあ、ラッソンを競うっていう感じでね、はい、ヒーローズナイト営業させてもらいました。はい、僕もヒーローの一員で出ましたね。出させてもらったんですけど、すごかったの。マジですごかったよ。うん、こっから3人は出てないんで、うん、マジですごかったよ。で、俺もなんか すごい売り上げ。なんかもうとりあえず一発目のシャンパンがピンドになった。うん、確かに。シャンコがさすがヒーロー。うん、それはすげえと思って。さすがヒーローですね。うん、そう。でもヒーローたちばっかりだから、コールの集まりがすげえ悪いっていう。確かに。本当っすよ。それ一番思いました僕が。そう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 。コールの集まりがみんなコールする側じゃないから、ヒーローたちはシャンコラでマイクなんて持ったことなんで、マイクなんて何年も持ったことない人たちの集まりだから。売れてる人はすげえな。そうそうそう。ラッソン誰だったって聞かれてますね。そうで、ラッソンはね、まあ、ピースバなんですよ。が書いてある通り、ピースバがラストンだったんですけど、みんなヒーローだから。ジンヤ、ごめんなさい。ジンヤ、ジンヤ、ん？バチョ。売れてねえよ、俺。お？あ、トトラな。スバルさんなんですか？そうだよ。へぇー。そう。いや、ディアーズの、東京のね、東京地区のディアーズの、一か八かも頑張って、まあ、すごかったですね。お客様が頑張ってくださったっていうか、うん、まあ、コーヒーボトルとかもガンガン入ってて、あと、沖縄のソウ君。沖縄から出勤してるのに、はい、なんか飾りボトル入れてましたね。入れてました、ね。それどこで飾んねんっていう。言っていいんすか。もしかしたらそうくんは言ってないかもしれないですよ。俺お茶だったとか言ってるかもしれないですよ。いやいいやん。あいつヒーローだから大丈夫だ。ヒーローなのいいっすよ。そうくん見てますか、はい、沖縄のそうくん見てますか。リシャル下ろしてましたよね。パイレンジンやのパイレンジャン好きって。いやもう俺のおっぱい好きみたいな。もう本当にすごいわ。で、そのなんかね、うん、なら な何入れたっていうのはあれですけど、はい、ね、そのなんていうかな、並びの卓でそれより高い高級ボトルを用意されてて、そうそうそう、あれラストンいけなかったわみたいな、そうくんすごく悔しがってたりとか。かなり暑い夜に、ね、あのコーヒーボトルどうするんすか、そうくんは。見てるんすか、多分
飲んでるんじゃない、こんなんなんですけど、こんなん多分飲んでますね。佐川で輸送着払いで、向こうで買った方が行くない、着払いで、向こうで買っちゃった方が行くない、うん、そうだったら代表届けに行きましょう、ね、で届けに行きましょう。あでもね、沖縄行きたいなとは思います。あでも僕もマジで行きたい、各地ね行きたいなと思ってて、うん、確かに本当に、いやそうです、まあ、そんな感じで、まあ、シャンパンタワーもちろんあって、さすがスワヒーロー、ピースワーが、うん、とツインタワーやって、もちろんもうどんいろんなシャンパンとかも入れてて、はい、うん、でピースワーがあの ツインタワーやって、はい、そうですね、それでラストソングって言ったら出たかったっすね。来年もでもありますよね、きっと。うん、だってドンペリがなくなって、うん、はい、あの買いに行くっていう、あすごい、あだってディアーズの冷蔵庫って結構大きくて、もう在庫も結構あるんだけど、はい、その大きい冷蔵庫に入ってドンペリたちがもう全部出るっていう、そんな営業になります。すげえな、本当にありがとうございます。ラストソング知らない子がいるんで説明ちょっと。ラストソングっていうのは、はい、いやこれ絶対従業員とかじゃないですか、大丈夫ですか。ラストソングってその日の営業の、はい、一番売り上げ上げたホストが、はい、最後にあの最後の営業の終わりにですね、はい、あの締めくくりでカラオケを1曲歌うんですけど、それをラストソングって言ってます。カラオケ丁寧に説明してくれましたよ。はい、はい、なんで歌うの。やばい、これはもうウィキペディアよ。ウィキペディアにはホストクラブのシステムは、うん、ないかな。もうね、あの来たら早いですね。そうです、あの飲みに来てくれたら、あの体感していただきたい。うん、うん、体感していただけたらなと思いますね。あの知らない方はホストクラブとか来たことなくて、知らない方はぜひ、遊びに来てくれたらなと思います。よろしくお願いします、はい、僕らの店はですね、クラブジャム星座館の星座館ビルの、4階で営業してます。よろしくお願いします。はい、待ってるよ。待ってます。お願いします。まずここに、いや LINE してくださいね。よくするんで歌の練習とかするの、うん、あ歌の練習とかするんじゃない。結構あの入ったばっかのホストとかはカラオケ屋、一人カラオケです、ね、ボイストレーニング行こうかな。すっげえ今すっげえの見つけたんですけど、ジンやトマト投げられてしまいこれ結構話があって、うん、ちょっと申し訳ないですけど、でもじゃ、うん、特定してんの、その書いてる人は。おそらくですけど、うん、あのディアーズのみやびくんですね。あ僕が入店したばっかの時に、うん、みやびさんがすごい可愛がってくれたんですよ、僕のこと、でちょっといい可愛がってくれてて、まあみやびさん、うん、と一緒に、まあそっとこれも行く。やばい、お腹痛い。よし、俺ね、そうみやびさんに可愛がってもらってて、たまたま一緒に歩いてたらね、そうだよね、どっから飛んできたか分かんないけど、とりあえず目の前になんかねべちょっとしたものが道路のど真ん中にあったの。みやびさんとこで何かなっつって、うん、まあなんかべちゃべちゃになってて、トマト、いやそれトマトが分かんないんですよ、うん、なんかべちゃべちゃになってるんですよ、道路のど真ん中、うん、色は分かんないです、暗かったんで夜なんで、うん、で、うん、え、なんだと思ったら、うん、なんか上から降ってきたんですよ、うん、へって上見るじゃないですか、なんもないですよ、うん、電柱も何も、うん、で、なんか後ろから飛んできて、うん、え、なになにってなるじゃないですか、うん、後ろ振り返ったらトマトぶつけられました、うん、めっちゃ痛かったんですよ。そうだね、そう、だからトマトっつって、この話もう終わりかな、イエイ。この話終わりかな、僕やっぱそうそう CM かなって言われたから、じゃジャムに行っても俺って CM 欲しいな、うん、トトロの何、ジンヤの空振りがすごいな、滑らないトトロのせい。俺滑ることしかねえよ。今日なんかジンヤ君はあのジンヤはリブの店にいてね、リブです、そうで、なんか一部と二部じゃ全然カラーが違うんで、そう違うやん、こうジャムに来てくれてすごいなんか刺激が、そうや、持ってきてくれて、そうや、助かってます。そうや、そうです、俺も一部に移動してきて本当に思ったことは、二部と違ってみんな誰も拾ってくれねえっていうのが辛いっす。それはでもサクライズムで、別の店はサクライズム、キャバ嬢相手か素人相手かって感じだよねみたいな。キャバ狂い、キャバ狂い誰がですか。え、ジュニアが。僕ですか。うん、違うの。いや、キャバ嬢見た目は好きですよ、でも中身めっちゃ嫌いっす。そういうのはまあ言わない方がいいと思う、結構拡散されちゃうから。いやもう、いいっすよ、僕キャバ嬢嫌いっすから、うん、見た目はめっちゃ好きっす、可愛いんで、うん、めっちゃ可愛い、うん、かっこよくなりたい。いや、なんか向こう向いちゃったから普通に向こう向いちゃった。桜さんがトイレから帰ってきました。いや、さっきトイレ行った人流してないでしょ。ジンヤだな。あ、違うわ違うわ違うわない。
や、それさっきの放送の人かもしれないですね。じゃあ、あ、ね、ここのトイレはどこってよ。目の前にあのレバー2秒以上長引きしてくださいね。あ、じゃあ俺や。最低チームでーす。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱりロビジーだな。始まった始まった。はいはい、始まりました。トトロにはなってないで。トトロね、いっぱいトトロが来てる。で、ジャムとしてのお知らせがね、一つあって。はい、一つ悲しいお知らせが。じゃあ僕からしましょうかね、一番仲いいからね。あ、そうだね。惜しい人なくした。いいね。じゃあジャムとしてのお知らせ、うちのラン副主任がちょっとお酒の飲みすぎと、おそらく中本の食べ過ぎで、リンの影響でちょっと僕連れてきすぎましたね。悪友お腹を壊して入院するっていう、結構ガチなやつですね。なんかすげえお腹が痛そうだったんで、ちょっとかわいそう。すげえ騒がれてるコメントで。めっちゃ羨ましい。中本に謝れ。僕にも謝ってほしいんですよ、これは。僕が中本に性的過ぎてしまったんで。これランだな。いいよ。すいませんけど。いいよ。そう、ランは2月ぐらいから多分ちゃんと、多分今月はね、もう出勤できないんじゃないか、そうそうそう、出勤できないんじゃないかっていうことで入院しています。でさっき陣也がランがもう出勤しないからもう勝てるなって。ただこれを見てるラン指名のお客様、ランいなくてもラン指名で飲みに来れます。売り上げ上げてあげれます。確かに、はい、確かにヘルプ頑張ります。はい、はい、バレンタインに間に合う。バレンタインに間に合うけど、お腹に優しいチョコをあげてください。めっちゃテカってんな。すげえ。陣屋の名前トトロになってますからね。さすがっすね。やっぱ仕事早いっすね。仕事できる男の人ってかっこいいっすよね。いつかトトロ。トトロ。トトロクソって。あ？またランが戻ってきたらナイトチューブに。そうっすね。はい、一緒に。いや、もう一緒に出たいっす。もうランさん僕。彼はね、イケメンなんでファンもすごい多いでしょうね。いや、本当に僕もイケメンに生まれたいですわ。どうしたらイケメンになりますか。ダイエット、まず。お、ダイエットですか。はい、桜井さん、僕どうしたらイケメンになりますか。ダイエット、その着ぐるみ脱げばいいくない。ちょっと待って、めっちゃ笑ってる。あっちめっちゃ笑ってる。スタッフの方が、スタッフの方の笑いを取りました。スタッフの方、よし、リンさん、はい。何、どうしたら僕がイケメンになれるか。イケメンなら、たぶん痩せるだね。そう、トトロの着ぐるみを脱げばいい。15キロぐらい痩せよう。待って、15キロ、20キロだね。ロイズを送ればいいって、ちょっとロイズね、チョコだよ、ロイズって。北海道のね、やつよね。ラン帰ってきたら、おかゆタワーしよう。ほかほかのやつでもらえたさ。やめなさい、ロイ、やめ、おう。そう、いや、でも、ちょっとランの話に戻るんだけど、話聞いたら、なんか、生ものを食べたりとかして、ら、炎症が起こっちゃうような症状なんだって。でも、生ものは食べてないんだって。だから、まあ、でも、なんか病気の、なんていうの、原因不明のほとんどって、はい、
ストレスだと思ってて、はい、うん、そうですね、だから、あ、うん、これはね、細胞ね、細胞、そう、ベジータとカイジの番組みたいな、だから、まあいろいろね、あいつすごいいいやつなんですけど、あのジャムのね、ランってやつすごいいいやつなんですけど、あのちょっといろいろ抱え込みすぎる性格なのかなって思います。いや、A 型多いよ、こういう、あ、似てますもん、さくらさんと、 A型すごい、そういうのは本当に抱え込みますよね、真面目だから、さくらさんは真面目のさくらです、全国の皆さん、さくらです、真面目真面目にホストやってます、よいしょ、 A 型です。もうさくらさん、でもフルート書かないで、ちょっとしゃべるや、いや、ちょっと今ね、すごい汗かいて、すごい二日酔いなんですよ。7時、8時ぐらいまで飲んでて、えらい、昨日頑張った、ヒーローズナイトの後、はい、もうヒーローズナイトでもめちゃくちゃ飲んだのに、あのその後も飲み続けるっていう、もう、お偉いさんたちとメンバーがえぐいっす、やばかったよね、ぐるぐる、僕もたまたま隣の席にいましたけど、もうなんかあのホスホスとかに乗ってないぐらい偉い人、上の方とずっと一緒に飲んでって、まあお付き合いさせてもらった形なんだけども、うん、それでもうベロンベロンのちょろんちょろんでしたね、本当に、はい、もう二日酔いで顔パンパンだし、もうなんかずっと変な汗出てくるの、今日ほぼノーアルでしたもんね、だから珍しくそう、コーラ飲んでましたありがとうございます、コーラ、さくらさんが、はい、さくらっちも入院しとくって、入院ね、ちょっとね、僕一回したことあるんですよ僕もありますわ、何の病気ですか、中二の時に、中二病かと思った、中二病で中二病で入院ってやばい中二の時に、うん、中二の時にってか、お前ら何やってんのコメント見に来てる人、ああ、そうか、コメント見に来て、はい、ここでちゃんとやろうね、はい、そう、中二の時に、あの尾骨骨折、鼻折って、ああ、あれだ、そう、バスケあれだ、頭ぶつかって、うん、バスケのやつだ、マジで、もう、全身麻酔でオペして、やば、はい、で、ちょっと顔もそっくりそのまま変えてもらって、中二の時に整形、その時早いな、早い整形っすね、そう、顔もう、その中二の時にもう顔バッて変えたんでバンバンって、はい、バンバンそう、だからジャムっていうお店を今開きましたね、そう鼻折ったからジャム開いて、あの時のおかげで顔変えれる僕はあのジャムおじさんなんで、ああ、なるほどね、ああ、そういうことです、本当にね、面白いなんかジャムっていう店、回転が早い、さくらさんはトトロ、トトロ、もう飽きたわ、そうやな、トトロ飽きたな、ちょっと名前変えるか、さっきあのコメントで、みんなは何家なのっていう、本当ですか、ありました、はい、おー、あ、そういうやっぱ紹介もしてた方がいいね、気になる人もいるんですね、やっぱり、うん、いましょう、でもね、気になる人もいるし、多分結構、だから最後に振る人だがすごい重要だと思うの、陣屋最後、そう、じゃあ俺から行く、はい、何家なんていうのは、あの、僕はね、あの、じゃあ何ジャムおじさん営業みたいな、うん、おもろいな、おもろいな、やっぱおもろいな、普通にあの何家っていうのは特になくて、ニーズに応えれたらなと思ってます、板客って思ったこと、ここでもね話したことあるんだけど、あの板客って思うことは特になくて、はい、まあ、足運んで来てくれる方がいらっしゃるんであれば、それに、はい、あの会う接客してあげたいなっていうふうに思ってます、イエーさくらです、イエーイ、全国の皆さん、さくらって言います、お願いします、はい、じゃあ次は昔すごくかっこよかったよね。次じゃあリュウ、僕ですか？僕全然あの普通なんですけども、よくあるようなんですね、普通な、まあ女の子と付き合ってお店に来てもらって叩かれる、うん、暴露されるっていう営業です。それを繰り返すそれを繰り返していくそれをまあ今後も繰り返していこうかなみたいな感じでやってます、龍也です、はい、はい、じゃあいいですか、一皮むけたね、前者2人と全然同じなんですけど、同じじゃない、結構普通です、言われたことをやるやつです、例えば何言われるの、何言われるかな、遊びに行こうって言ったら遊びに行くし、飲めって言われたら飲むし、うん、それぐらいかな、言われるのは、いやー、まあ、まあ、お酒は弱いんですけどね、俺そう、まあ、一緒に楽しくなれればいいかなっていう、リンもね、暴露されたらいいよこういうので言うの、はい、言うの、あの、じゃあもう、あの、URL 乗っけてください、
そこ、ここに某匿名系さんの URL 載せよう。もうそ僕そのブログブックマークしないですからね。僕したら気持ち悪いじゃないですか。めちゃくちゃ見る人みたいな。ねえ、俺なんやろ。ねえ、ね、じゃあ最後に、はい、じゃあ最後何絵ですか。何絵、あと5分だからね。あと5分、うん、僕ね、うん、簡単に言うと巴なんですけど、おお簡単だね。巴から、うん、枕営業になりますね。笑ってる。枕からなんかクラミジアが映ったって言ってホスラブで上がって嫌われ者になりますわ、うん、スタッフが笑ってくれたんで僕は安心してます。一旦 CM でーす。まだ CM いけるんですか。いや、ない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 。一回だけでも、まあまあない、まあ、あれは、まあ、ね、あの CM は、俺の必殺技じゃねえから。あ、そうですか。分かった。家庭の時間ですか。だから、下から撮った。ちょっと待って、待って、CM 行ってくださいっていうのが出て、まあ、枕トトロだね。そう、枕トトロ。いや、必殺技ね。困った必殺技。俺の必殺技 CM って面白いやん。単純に、普通に、俺、結構、うん、リアルで言うと俺、巴だから、枕とか本当ないよ。あの、なんか、いや、アフターフォローがもう痛くなるわ。あの、マジで、うん、俺、マジで、俺、まあ、枕なんしないよな。枕なんかしないし、チンチン立たんすもん。ねえ、ね、ない、チンチンないっしょ、絶対。チンチンないっしょ、ほんとに。ちょっと、出してみ、見してみ。モザイクに行くんだけど。一旦 CM でーす。でも、ほんとに枕、それ隠すようにやろうか。嘘でしょ。嘘すぐ取れんじゃん。すぐやっちゃうじゃん。待てよ、一回、これを僕、クレイジーの時に、クレイジーの話はいいよ。ジャムに来てんだからさ。ジャムやろ。いつもいつもクレイジーって。やっぱジャムの人って帰れば俺が酔っ払ってる時に、いつも酔っ払って、酔っ払ってる時に、やっぱそばにいてくれるのは、あのクレイジーの時はみんな内勤さんだったね。でもね、ジャムの時はね、プレイヤーの人みんなが、もうジャムのみんなが俺のそばにいてくれる。俺それをめっちゃクレイジー下げるね。いやいや下げるね。それはクレイジーいいミスです。本当に僕もね、現実全部いいミスなんで、本当に僕大好き、全部クレイジー大好きな全国の皆さん、もう俺言ったからもう逃げられないけど、もうクレイジー本当に部長しかいないですからね。部長以外はもうジャムに来てからこうやってもうね、リンさんとかね、もう龍也さんとか僕のそばにいてくれて、桜さんとかいないよ。そばにいてくれないわ。桜さんは1分前です。そばにいない、心の中にいた俺の。1分前、いやいや俺死んでねえから、ね、俺死んでねえから。1分前、もう1分前になってしまいました、はい、それではですね、勝手に告知でもしようかな。そうです、そうですね、告知お願いします。来月の2月9日僕2月9日に23歳になります。でイベントなんですけど、3月5日にイベントやらせてもらいますんで、新宿店でしょ、中本の中本新宿店だから並んでくれればなって。いや、うん、なんだそれね。そう、あ、30秒、じゃあ次リュウヤさんが告知してくれるんで。お、なんだ、行く、はい、ね、ね、行く、ラスト行く、俺3月に僕も誕生日があるんでね、3月4日リアルバースデーの3月19日バースイベント、3月12日レンボーイの誕生日イベント、もうその日は来なくていいんでね。ラスト行こう、その前からこの週でラスト、ラスト、よし、ラスト30日は締め日です。そう、締め日や、そう、それがよかった。31ね、締め日、ゴーイエーイ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。